小島松園は、江戸時代後期の旗元、田安徳川家に仕え、道家領海の国田中陣屋大官を務めた後、江戸、川越で医療を営み、晩年一京徳川家により東と東うとう未国派、辻屋大官に抜擢された。亀田放斎門下。明和八年江戸四谷を主元横丁に生まれた。完成元年2月26日、田安徳川や片岡孫米組。 感情見習いとして出資し、完成7年5月23日有筆見習い、完成9年5月1日有筆となった。完成12年2月昌平坂学問承継し、文章科を受験し、乙の成績を収めた。今日は2年7月18日父立花衆が死去したため、12月5日、家徳を相続した。文化2年7月26日有筆上座持席で、 ふとマス騒動により、人身の離れていた、田安徳川や海の国領を任され、一丁田中村の田中陣屋に赴任した。領民に、公共を抗議して回ったため、公共大官と呼ばれ、また上谷萩村名主、広瀬聖左衛門つまし系を、甲府として表彰するなど、高校の普及に努めた。8日千葉村の廃人安田万々にあって、官能時。とき、 砂混じりの土壌に適した肝臓の栽培を奨励した。また、平井村、井上村、下野原村の住民に、神奈川の伏流水部分に井戸を掘って、阿喬を製造するよう勧めたが、これは広まらなかった。広州八珍下を定め、海の国で果物栽培を奨励したという説もあるが、正確なところは明らかになっていない。 文化4年江戸に戻り減税を訴えたが聞き入れられず、そのまま病を理由に辞職し、文化6年5月22日消費審入りした。両民15名の届出により計画されていた、学校創立は中止となり、文政6年1月16日伊沢大官、山本大前により予学館として開校された。薬を売る松園一丁、田中村、磯野行動家その父、 鶴堂に医療を学んでいた小園は、創発のため医者家業を認められ、本郷竹町で売役を営んだ。文化13年10月頃通り油町家屋隣に移り、文政元年春頃鉄砲町に移った。天馬町の合商荒野のこの火傷を治したところ、改心の際に加を手配してくれるようになったという。江戸での生活は苦しく、文政元年4月、佐藤昇蔵から、 金に十両を借金している。文政元年夏、九両民が百両を集め、狐つに村、荒井神五左衛門、一町、田中村、佐藤正三、荒牧村、今泉津奈衛門の三名が江戸に持参したが、松園は受け取らなかったため、帰国後これを資金として一町、田中村白山神社に聖書が送検された。文政二年昇華に累勝したところ、母が家事を恐れて、 江戸を離れたがったため、7月29日養子修造に家督を譲り、川越に移った。ほどなく母の気が変わると、江戸に戻り、浅草の借屋に住んだ。文政6年2月一橋徳川家用人、川原隼人の推挙により、同家領東東未国発辻宮大官に任じられた。不妊直後は、医者としての評判から、病人や医者等の対応に追われた。 7月7日、田沼伊勢が、給料相良藩に復帰し、一橋領内30家村が相良藩に関されたため、12月28日当該、30家村分の2000両を村民に還付し、さらに公平性を図るため、残りの村に対しても半額3000両を還付した。役人の不正を防ぐため、ケミ法から上面法に変更し、年具米の品質改良に努め、 また、金谷原の牛橋設置を江戸に提案した。大官所では、就業時間を羊の時から馬の時に早め、午後は役人に勉強をさせた。おわずらい食事が喉を通らなくなり、文政9年1月1日した吉田村沖に、中国船特大号が漂着した際には、中泉大官、竹垣直樹を代理に立てて対応した。一月十九日立つの国志挙し平田寺。 境内至る園法に葬られた。墓地は後に全能寺境内となり、現在牧野原市文化財に指定されている。明治9年、吉野金陵、炭古所与によって自席が広く紹介された。明治26年高等小学校用修身教科書、小学修身業、明治43年4月国定教科書、尋常小学修身書に取り上げられ、文部省により、 自責の実地調査が行われた。山梨県では、明治40年に笛吹川流域を中心に、山梨県下で発生した、明治40年の大水害で、白山神社聖紙が流出したため、大正7年10月15日、田安神谷鎮守稲荷社に再建され、11月18日15位を増位された。父、小島玄之助県時は、から頃も騎士と合した、教科書。 弟は二人いたが、安永5年10月14日と天命4年12月16日に、いずれも養成した。元百人組渡辺平十郎組同心、武藤善左衛門娘をめとり、男子を産むも育たず、文化13年7月23日娘が死去した、直後の26日にその母親も死去した。後に、黒川家娘をめとるも子ができずに離縁し、 文政2年5月21日、旗本高来七、江門寺南修造を、幼女の婿に迎えた。また、佐原不妊寺に、友人岡本と四の子をもらっていたが、松円没時まだ5歳だったため、その後岡本家に返されたと思われる。長年連れ添った母は松円に遅れて、天保6年10月9日死去した。ありがとうございます。